1950年代に宇宙の仕事を始めて、まあ、ロケットを打って宇宙に出かけましょうということをやりました。2000年の初めにはスペースシャトルができて、日本もロケットを作って宇宙ステーションというのもできて、こういう世界を我々は作りました。じゃあ次の50年、あるいは100年でもいいんですけども、同じ調子で発展をして宇宙に進出していくということができるかどうかという問題である。まあそういうふうに捉えて、それはどういう動機でやるのですかということ。一つのこれまでとこれからの違いというのは何かというと、国が税金を使ってやるというのではある種の限りがある。で、何かその持続する図式を作るというのはやっぱり価値を生み出して、その上でそのリターンをてこにしてさらに発展していく。紹介ですが、まあ、こういう高等向けの話ばかりをしているわけではありませんが、そういうことを議論するムーンビレッジ・アソシエーションという国際団体があります。で、それを受ける形で日本の中でも月惑星に社会を作るための勉強会というのも、これは私たちが主催してますので、これホームページなどがありますので、それから皆さんも参加する機会もあるかと思います。このホームページ、ここに書いてあるサイトを覗いていただければありがたいかなと思います。谷先生、第2弾、ムーンビレッジ、月に社会を作る、人類の宇宙進出について考えるというテーマでお話しいただきます。様々なお顔をお持ちの稲谷先生ですが、本日はムーンビレッジアソシエーションの理事としてお話しいただきます。最初に私から少しだけ稲谷先生のご紹介をさせていただきます。稲谷先生は宇宙科学研究所宇宙航空システム研究系の教授、そして東京大学大学院工学系研究科教授、 JAXA 宇宙科学研究所副所長特別参与などを経て、現在は JAXA 名誉教授、 SLA 宇宙旅客輸送推進協議会代表理事、ムーンビレッジアソシエーション理事をされていらっしゃいます。3月の宇宙大学では、こちらの誰でも行ける宇宙旅行、ロケットの次の進化というテーマでご講演いただきました。こちら宇宙大学のホームページからアーカイブを見ることができますので、ぜひチェックしてみてください。本日は国際宇宙ステーションでの滞在を得て、次はいよいよ月や火星で住むとなったとき、持続的に活動するためにどういう価値を生み出す活動をするのか、人の営みを続けるための仕組みやそれを支える技術とは、世代を超え長期間宇宙で人が滞在するとき、活動するときに生物としての人にどういう影響があるのか、地球と異なる環境に適応するのか、あくまで地球と同じ環境を作ろうとするのか、といったことについて解説いただき、皆さんご一緒に考えたいと思います。そして最後にプレゼント抽選会を行います。本日も京都の老舗サプリメントメーカー株式会社サンコロレラ様に協賛いただいています。ディスカッションタイムの後半にじゃんけん大会を実施いたします。勝ち残った方1名様に、こちらのサンクロレラプラントプロテイン&クロレラをプレゼントさせていただきます。宇宙では人間がいかにタンパク質を効率的に摂取するかも大きなテーマとなっています。そこでサンクロレラさんには宇宙大学にふさわしい商品を協賛いただきました。それがこちらのサンクロレラプラントプロテイン&クロレラです。こちらは大豆から作られたソイプロテインです。すべての必須アミノ酸をはじめ、ビタミン、ミネラルをバランスよく含んでいるクロレラを組み合わせた粉末のプロテインです。抹茶風味と黒糖の甘みが美味しくって、水割り、牛乳割り、豆乳割りなどいろいろ楽しめますので、ぜひじゃんけん大会で勝ち取ってください。それでは大変お待たせいたしました。ムーンビレッジ、月に社会を作る、人類の宇宙進出について考える、稲谷義文先生、お願いいたします。ご紹介いただきました稲谷ですが、この何年間か、ちょっとあるきっかけから付き合いが始まったムーンビレッジという活動について、まあ、ご紹介できればと思いますが、月に、まあ、人が住むとか社会を作るとか、あるいはまずそれを超えてその人間が宇宙に進出するという時に何を考えたらいいのかというようなことを、ちょっと皆さんと一緒に考えるような場にすればよいかなと思います。未来のことなので、誰もこうなりますからこうしましょうということを言えるわけではないので、何もしなければそういう世界は作れないかもしれないが、まあ、やったらいいことがあると思えば皆さん頑張りましょう。
そういうふうに話が進めばいいかなというふうに思っていますので、一緒にぜひ考えていただきたいと思いますし、私の言っていることが未来において必ず正しいことかどうかも分かりませんので、ぜひ批判的に見ていただいてですね、いやいや私はこう考えるとか、そうではないとか、もっとこうした方がいいとか、まあ、そういう議論が終わった後にできればいいかなと思ってますので、そういう目でちょっと見ていただければと思います。よろしくお願いします。それでは画面を共有させていただいて、一つマークとしてはムーンビレッジアソシエーションというの、これがその今の国際、まあ、団体ロゴマークです。団体が何してるかというのはちょっと最後の方で申し上げたいと思います。今これがですね、今国際宇宙ステーションといって、で人間がというか大げさに言うと人類が今これを地球を回る軌道の上に上げて人が常時滞在をしているという設備です。まあ、結構大きなものでサッカーグラウンドの大きさ、それから重さも400トンぐらいといって結構大きな重さのものです。で日本もこれに参加していて、ここの真ん中辺にあります出っ張りの左側のモジュールっていうのは日本のモジュールでして、その反対側の右側にあるのがヨーロッパのモジュールで、日本のモジュールはヨーロッパのモジュールの倍ぐらいの大きさがあって、まあ、日本の貢献というのはアメリカがこれ中心にしてやってますけれども、2番目の大きな貢献をしているところであります。どれぐらい大きな貢献かというのはちょっと何ので申し上げるかですが、お金の尺度で言うと物事が分かりやすいと思いますので、これを作るのにお金がいくらかかっているかというと、だいたい10兆円のお金がかかっています。これを宇宙の作ったり宇宙に運んだり組み立てたりするというの費用がだいたい10兆円、それでこれをいい状態に保って運営していく、あるいは維持していく、このためには例えば人がいるので、いろんな生活に必要な物資を運んだりしないといけないですし、人を運ぶためのお金も必要ですし、そういうもののお金がだいたい年間に4000億円いると言われています。先ほど申しました、日本の貢献というのはどれぐらいかというと、これの 12% ぐらいなので、ぶっちゃけて言うと、これの 12% のお金を日本は払っているというのを現実に使っているお金のことで、まあ、12% はまあ 10% とすると10兆円の10分の1なので、日本はこれに1兆円を使っています。それから4000億円の維持費も 10% 払うので、毎年400億円これにお金を使って維持されていると、まあ、そういうものであります。一方で後の話との関係でちょっと申し上げたいと思いますが、宇宙ステーションができても20年近くになると思いますけれども、ところでこれはいつまでやるのかねという議論が出ます。2025年で終わりますとか、2030年までやりますとか、まあ、国としてやるのはそれぐらいまでにしておいて、その後は民間に移行しますとか、なんかいろんなそんな議論が出ていますが、そういう議論が出るということはどういうことかというと、せっかく投資をして大きなお金を使って作ったものが、それ以上の価値をもし生み出しているのであれば、誰もそんなことを言わなくてどんどん続けなさいというふうになると思いますが、逆にいや、いつまでやるんだねということは、いつまでこのお金を使い続けるんだねという質問とも近いところがあって、そうなっているということは、もちろん老朽化で寿命があるとかそういう話もあるんですけども、持続的に宇宙に滞在するっていうのは10年とか20年のことではなくて、まあ、持続的という限りは、まあ、50年か100年か分かりませんが、まあ、長い時間の、もうちょっと長い時間のことを考えるのかなというところがありますが、価値を生み出してこそ、それをやってよかったと言われるという意味で、この宇宙ステーションがそうなっているかというと、まあ、必ずしもそうでもないという状況がある、ということをちょっと頭に入れておいて、なんでそんな話をしたかは後で申し上げます。で、今この宇宙ステーションというのが作られたわけですが、次は何をやるのかねということで、その次は、まあ、せっかく地球の軌道上にこういう滞在する設備を作ったわけですが、もっと進んだことをやりましょうということで話が出ているのがこれで、まあ、近いところの宇宙というと、まあ、月なので、月に持続的に人が住むと、活動すると、まあ、そういうことを ISS の次の目標にしたらどうかということで、この絵の通りではないんですけれども、
宇宙ステーションをやったグループ、これはアメリカ中心、ヨーロッパ、日本、それから、まあ、ちょっといろいろ背景の事情は省略しますが、ロシアが協力していてということでやっているんですけども、この次はどういうグループであるかというと、一つはですね、中国というのが大きな存在を発揮するような状態が、宇宙ステーションを作った頃とは違う状況としてあります。それからロシアもこの先一緒にやるかというと、まあ、最近の皆さん、世界の地政学状況などからすると、なかなかロシアはこれに協力、次のやつに一緒にやるというのは難しいかもしれない。逆に中国とロシアが一緒にやるかもしれないとか、まあ、そんな話もあって、国際協力とはいえ、その時期時期の地政学状況、国際環境、まあ、そういうものに大きく依存するものだなと思うことが一つではあります。で、それらを考えて、じゃあ、これがどんなふうに、まあ、この絵そのものがどういう絵かというのは別にして、何か宇宙ステーションで人が持続的にいて、何か研究したり活動したりしているのと同じような図式を月の上で作る、あるいはもっと発展させて、もっと大勢の人が月に行って、まあ、仕事をする、ビジネスをする、生活をする、生まれて死ぬみたいなとこまで、どこまで考えますかという議論を、まあ、思考実験としてやってみたら面白いのではないか。そういうので、今日のお話は聞いていただきたいと思います。で、まあ、絵を描くだけならいくらでも描けるので、いろんな人がいろんな絵を描いてますが、月で何か持続的に活動する、月面基地、あるいは月面建築物、月面居住施設、あるいは月面タウンのようなことを、まあ、構想として描いていて、まあ、こういうものができたらいいなと。いうふうに思うところですけども、なかなかここにの絵に描いてあるような状態を作るのは大変で、どうやったらこれができるかを、まあ、考えましょう。まあ、それが今日のお話の一つの動機であります。で、何をではどう考えましょうかというとね、月や火星の、まあ、ちょっとこれ火星の話も含めて書いてますが、まあ、今日は月の話題に絞りますけども、の上に人類社会を作ると。まあ、社会で何だ、どれだけの人数のことを考えるのか、まあ、っていうようなことは後で話しますが、宇宙における人類社会とはどのようなものか、月、火星上のソサエティにおける人間の役割や社会の仕組み、持続的滞在のための技術的基盤、制度、ルール、経済的な成立性、事業、まあ、そんなことを考えていくと、考えておくべきことは、さっきのそのどれぐらいの規模の人間の数を考えるのであるか、あるいはどれぐらいの長さの時間を考えるのか、それは出張していくのか、住むのか、生まれてから死ぬまでおるのか、世代をつなぐのか、みたいなことをどこまで考える。それから、これがさっきの宇宙ステーションとの関係で言いますが、どのような活動をして、どのような価値を生み出して、そんなにたくさんのお金かかるなら、もういつ辞めるんですかというような話が出ないようにするためには、何らかやっぱりどのような活動をして、どのような価値を生み出すかということとセットでないと、なかなか永久に続けることは難しいだろうというのが宇宙ステーションが示したことであるとすると、まあ、次の目標あるいは次の活動についてはそういうことをもう最初から考えてやるべきではないか、そういう議論があります。まあ、その他、事業あるいは経済的にその独立した形で存在できる、あるいは活動できる、運営できるということのためには、まあ、これもやっぱりさっきの生み出す価値との関係で決まることではあるだろう。あるいは独立して次でそういうことができるようになると、地球との関係はどうするんですか、地球に依存してやるんですか、地球から依存しないでやるんですか、みたいなところも関わっている。その辺はどうしますか。なんとというこういろんなことを考えておくべきだろうなということが、まあ、想像できるわけで、まあ、この辺の全部について今日答えを言うわけではありませんけども、例えばこれについてはこう考えたらどうか、あるいはこれについてはこういう考えもあるが、どうやったらいいでしょうか。まあ、そんな議論が広がればよいなというふうに思って、この紙を書きました。この絵の背景に、なんか後ろに人がたくさんいるような絵が描いてありますが、これはちょっと後で申します。まあ、時々、このページによっては背景にこの絵を使っているところが出てきますが、後でこれは説明をします。まず最初に、どれぐらいの人間ですかというようなことを、まあ、社会に言えるにはどうしたらいいかということを考えると、月に行きました。という、まあ、宇宙に出かけたなんか集団みたいなことを考えると、アポロっていうのが、まあ、これ皆さん若い方はピンとこないかもしれませんが、まあ、1960年代70年代に
米ソの冷戦決着をつけたアポロ計画っていうのがあって、これはもう初めて月へ行きました。実はアポロが月に行ってから55年経つんですけども、誰も月にまだ行っていないと、まあ、そういう状況で、アポロは3人が月に行って、軌道上に1人が残って2人が月に着陸するということを、まあ、やってのけたわけですが、まあ、それは3人で極めて訓練された宇宙飛行士という人がそれをやった。ISS アルテミス、まあ、ISS っていうのはさっきの宇宙ステーションの、それアルテミス計画っていうのも、後でこれアルテミス計画がどんなのか少し申し上げますけれども、持続的にたくさんの人が行くようなイメージがあるかもしれません。実はなかなかこれは難しくてですね、やっぱり5、6人の人、4、5人ぐらいの人が、まあ、時々行って帰ってくると、まあ、そんな風になるんではないかというふうに言われています。で、そこからよりその進んだ状況について、常に人が、大勢の人が住む。どんどん増えていって、じゃあ100人ですか、1000人ですか、1万人ですか、10万人ですか、100万人ですか、というようなことを考えると、まあ、10人とかではない、100人か1000人か、どれぐらいの集団を考えると、社会の営みとして考え、あるいは仕組みを作ったり、生活するにはどれぐらいの規模のことになるだろうかという考えるときに、どうすればいいかというようなことを考えるという場面になります。でそこで今ここにそのダンバーズナンバー、ちょっと英語横文字で書いてあって大変恐縮ですけれども、これはですね、どういう概念から来ているかというと、人間あるいはそのある程度知恵のある動物、例えばそれは類人猿とか猿とかですね、そういうものがどういう集団を作っているか、あるいはルールがなくても運営できるような規模の集団ってどれぐらいだろうか、まあ、そういうことの類人猿のグループピングの考察から決められるある種の集団の規模っていうのがあって、でこれは100とか200とかいう数字だというふうに言われているんですね。で、今ここで僕らが社会という限りは、その何かもう少しそれを超えて勝手に人が生活する集まりということよりも、何かある種の秩序を持つとか、ルールを決めて運営するとか、誰がお金を払ってパブリックサービスのようなことが機能するとか、そういうことまで考えると、やっぱりその今のそのルールなしに活動できる集団の数というよりも、まあもう少し大きい集団にすることが、そういう社会としての営みをする人数になるんではないか、まあそういう考えから、まあ、100、200を超えて、まあ、1000ぐらいの集団を考えると、まあ、これは、まあ、社会と言ってもいいんではないかと、まあ、そんな考察です。まあ、これは正しいかどうかっていう話ではなくて、社会というものの、まあ、定義をどうするかっていう話なので、まあ、決め事ではありますが、まあ、それぐらいの規模を考えません。とすると、今まで僕らがやった月でアポロが行きました3人、宇宙ステーション作りました6人、アルテミス計画やりました5人、とかいうのとは、まあ、桁が2桁以上違う集団なので、まあ、これは今までやったことがないし、やるにはどんなことを考えたらいいか、みんなでよく考えないといけません。まあ、そんな感じのノリ、この大きな数の集団というの規模を考えたらどうかということ。まあ、1000人と言ってる人もいるし、1万人と言ってる人もいますけれども、まあ、1000ぐらいになると、そういう秩序を持った社会の営みをどうやってやるかという議論がしないと、立ち位がなくなるということは、まあ、想像できるかなと思います。それからもう一つは、先ほど申した価値を生み出すかというのは、結局は何かリターンが何ですかと。で、リターンがお金だと分かりやすいということではありますが、まあ、人間というのはそのお金だけで生きているわけでもので、ということは科学的な知識が増えることも、これは立派な価値なので、まあ、そのことで価値だと言って、言いましょうということは、これは多分正しい、間違いではありませんが、お金の力は、まあ、それを、まあ、超えているというか、お金ないと始まらないという話もあるので、やはりそれは儲かりますかと。あるいはそのリターンというのをお金に価値にするとどうですかというようなことを考えると、月に資源があってそれを利用する、あるいは月というその特殊な場所に人間が行くことでにお金を払う人が出てきて、これは旅行とか観光とかいう概念とか何とか言って、何をして価値を生み出すのかということをどうやって考えましょうか、どんな価値を生み出す活動がありえますかというと、まあいろいろ考えられるわけですが、まあ、なかなかこれといった決め手がないことと、
先ほどの宇宙ステーションのような研究ということの価値でやってるだけではなかなかいかないし、最近宇宙ステーションにも民間の人が何十億円もお金を払っていくというような状況が出てきてますけども、さっきのその10兆円とか、毎年4千億円とかいうような規模のお金を賄うためには、やっぱり相当大きな規模のリターンがある話にしないといけないだろうなということが想像つくだろうと思います。そこで、例えばこれは例ですけれども、地球の上で、月までは行かないが、どっかその人が住んでるところから人里離れた場所で、ある種その孤立、アイソレートして住んでいる集団みたいなものがどんなのがあるだろうかということを考えると、ここにあるような例が思いつくかなというふうに思います。一つは、さっきの科学的価値のために研究や探査をしますということで、南極の観測基地というのが一つの例になります。ここは、このアムンデン・スコット極点基地というのは、これアメリカが運営してますが、夏に200人、冬に100人、ここで冬は孤立した状態が作られるということですね。これはサイエンスの基地なので、最近なんかお金を払ってそこに行くビジターツアーみたいなのがあるとかいう話も聞きますが、基本的にはその科学価値を生み出しているの南極基地という例があります。もう一つは真ん中にあるのはクルーズライナー。これは皆さんご存知のクルーズ船に乗って、シニアの人がもう引退したので世界一周旅行を300万かけてやりましょうと。そんな人たちがやることで、乗客はこういうクルーズライナーで大体3000人ぐらいがお客さんで乗るそうです。で、それを運営するために乗っているクルー、サービスをする人、船を運転する人、お客さんの相手をする人、レストランをやる人、そういう人だけだいたい1000人ぐらい乗っている、そんな規模らしいので、これを3000人が、例えば、世界一周旅行1人300万円ですとかっていうと、3000人かける300万円なので、1回の航海でいくらお金が生み出されるかということは計算できる。次、与論島、これはリゾートアイランドの例として言ってますけども、これはだいたい観光客は年間に15万人ぐらい訪れますが、一人当たり落とすお金はいくらぐらいでしょうかって言ったら、1万円ではないと思うけど、100万円でもないだろう。一人当たりは何万円とか10万円とか。とすると、15万人が10万円を落とすと、年間の売り上げっていうのは100億円ぐらいの桁になるだろうというふうに言われてますが、それは人口、そこにもともと住んでる人が5000人が暮らしていくのは観光によって成り立っているということで、年間の総収入みたいなのが計算できる。これやっぱり100億ぐらいの規模なので、さっき言った10兆円とか、年間4000億円とかに比べれば、この上に書いてある3つっていうのは、なんか桁違いに規模はちっちゃいですねっていう話になる。一方で、じゃ資源を採掘しましょう。その時に、ブラジルにある鉄鉱石の採掘場で、これ鉄を産出するところですね。これが大体年間の鉄の生産量というのは大体4000億円ぐらいらしいので、これはさっきの宇宙ステーションの運営経費、毎年に近いかな。ロシアにあるダイヤモンド鉱山、これもなんか数千億円規模らしいんですけども、年間維持費は出せるかもしれないが、建設費の10兆円というところまではこれなかなかいきませんね。一方で一番下にあります、エネルギーを世話する仕事。これはですね、石油のスーパーメジャーとかいうのが、大体10兆円ぐらい毎年お金を生み出しているらしいので、これぐらいの規模になると、さっきの宇宙ステーション一つ作れますかね、アルテミス計画できますかねっていう規模に匹敵するぐらいのことになるので、価値を生み出すという規模感をお金でやるとすると、どれぐらいのことをやらないとちゃんと価値を生み出していると言われませんか、ペイしますかというようなことの規模感の一つの考える目安にはなるかなというふうには思います。これもちょっと頭に置いて、後でまたこの議論に戻ります。いろんな話に飛びますので、今の価値とかビジネスの話はここまでにしておきますが、後で戻りますけれども、次はですね、どうやって人間が住むのであるか、生活するのであるか。で、住むとか生活するというのは、人間は地球の上と同じような生活をできるので、まずは呼吸をしないといけない。それから物を食べたりしないといけない。呼吸するということは吸うだけじゃなくて吐き出します。物を食べると排泄もします。で、そういう人間が維持されていくためにはリソースがいります。それをどうやってやりますか。で、月でそういう閉じた物質の循環のサイクルを作って、
例えば人間が呼吸するために必要な酸素は植物の光合成から生み出しましょう。あれはそれは農業に使ってもらう。あれはそれで食べ物も作れます。でそれを排泄して、それをまた再製造するために植物に与えます。まあなんかそんなサイクル。必要なエネルギーは太陽からの光というエネルギーがあるので、それを使いますというようなことをすると、そういうサイクルができて、だいたいまあちょっとここに、まあ、例ですから、ね、1人人間がいるために何キログラムの炭酸ガスを出しますとか、酸素が必要ですとか、食べる量はいくらですとか、まあ、そんなことが計算できるので、こういうものをやっていく。いや、これがじゃあ、例えば3人とか4人だったら、まあ、非常に小規模なものでできるかもしれんが、1000人暮らすとなると、じゃあ、そこにある大木は何本必要ですかみたいな話もできるようになるので、まあ、そういうことを考えたらどうか、まあ、そういうことが一つ。で、まあ、これは例としてですけども、まあ、光合成で人の呼吸から発生する二酸化炭素を酸素に変えますというようなことを、さっきの人間が必要な量としてやるとすると、だいたいですね、その杉の木を育てて、人間の呼吸を賄えるようにするというふうにすると、1人当たり何トンとかいうような木の重さがいりますというようなことになっているので、じゃあここからじゃあ杉の木を何本植えれば何人の人間が暮らせるんだ、それを閉じた世界でやるというようなことが規模として計算できるようになって、じゃあそういう設備を作らないといけないというような話になります。これもだから月の上で、その地球と同じようなことをするためには、地球だと黙っていても木は生えてるし、酸素もあるし、炭酸ガスも光合成で浄化されるしとかいうようなことがありますが、月の上ではそれをやっぱり作るところから始めないといけないということになります。一方で物質としてですね、月にはどんな物質があるんだろうかというのは書いてあるのがこの絵なわけですけれども、実はですね、月の上にはね、酸素は非常にたくさんあります。で、多くの物質、金属とか、その他の物質は、元素は酸化物の形で月の上では存在しているということが分かっています。一方で、先ほどの人間が暮らすために必要なものっていうのは、例えば炭酸ガスと酸素、まあ、酸素はいっぱいあるということでありますが、炭素がどれぐらいあるかというと、実はこの月の普通の場所には炭素というのはほとんどないと。ということが分かります。これをじゃあどうしますかというのが実は大きな問題で、じゃあそれを地球から運ばないといけないとなるととても大変なので、さてどうしますか。人間が有機物として存在している、あるいは食べるためにも必要なものというのは炭素だけではなくて、水素や、まあ、窒素も、まあ、少量ですけれども必要になる、まあ、窒素、リン酸、カリとか、昔その植物を育てるのに栄養としているのとかいうのはいろいろ勉強したと思いますけども、酸素があるだけではなかなか人間は生活できなくて、特に水素や炭素や窒素などはある程度の量がないといけないということが、まあ、さっきの話からも分かることになると思います。で、水素についてはですね、最近こんなことが言われていて、月の極域には水が氷の形で、まあ、大量にある可能性があります。ということで、もしそれが本当であれば、まあ多分今本当だろうと思って、月の南極に行って水を探すことをミッションの目的にしましょうって話があります。これも後で少しお話ししますけれども、どうも何か月の南極、あるいは北極にも極域にはなんか氷の形で水があるのではないかと言われていて、これがもし本当であると、さっきのエッジの問題は、まあ、ある種存在するかしないかという意味では解決はします。それをどうやって取り出して、どうやって水素として利用できる形にするかというのはまた別の問題ですけれども、存在するかしないかということではある可能性があるというふうに言われている。じゃあ炭素はどうかというと、そういう話が今、月の普通の場所を探しているだけではどうもなさそうなんですが、ここでちょっと我々のハヤブサというミッションの話をちょっと横道に入ってしますけれども、ハヤブサというのはですね、ちょっと皆さん、ちょっと急にハヤブサに飛んで大変申し訳ないのですが、ハヤブサ2、まあ、1とハヤブサ2というのは両方あるんです。ハヤブサ2というのは、リュウグウという小惑星に行きました。リュウグウという小惑星はどういう小惑星かというと、C タイプ小惑星といって、C というのは炭素の C なんですけれども、炭素が非常にリッチに含まれている小惑星だというふうに言われていて、それを探しに行ってサンプルを持って帰ってきたら、確かに炭素はいっぱいあるぞということが、ハヤブサ2をやった結果として分かりました。で、リュウグウにそれだけ炭素があるということで、じゃあリュウグウというのはまあ結構大きな直径何百メートルとかいうことなので、
サンプルを持って帰ってきて調べた結果からすると、リュウグウの炭素の総量というのは実はですね、1000万トンでしたけど、結構大量の炭素があるということが分かります。それからリュウグウは C タイプの小惑星というのは全体の小惑星の中で大体 2-3% なので、50個に1個ぐらいは小惑星全部で何万個あるか知りませんが、たくさんたくさんある小惑星のうちの地球近くを回る小惑星というのはここにあるように2万個ぐらいあるというふうに言われています。そうするとそのうちの 2% が C タイプ小惑星であれば、炭素を持った小惑星が実は地球の周りにはいろいろたくさんあって、でそのうちのいくつかは実はもう地球や月にぶつかってるんではないかということが想像されます。そうするとその小惑星そのものに行って炭素を取ってくるというのも一つ考えることですが、例えば月のうちのクレーターの50個に1個は炭素型の小惑星がぶつかったのかもしれないので、月の上でこの C タイプ小惑星が ぶつかったクレーターを探すことがもしできれば、これがそのクレーターの中に埋まっているが、まあどうせ壊れているとは思いますけども、まあ、それほど月全体に広がるわけではないので何か探せるんではないか、まあ、そんなことから炭素が大量にあるという期待はできるのではないかという説があって、はやぶさというミッションがそれを示したとも言えるかもしれません。ということで、月の上での物質というのをどうやって探すかというのは、まあ、いろんな水の探す話、炭素を探す話というのはいろいろあり得るだろうと言われています。なので物質の話はここまでにします。で次に、ここから先は社会の話に少し入りますけれども、ここに書いてあるのはさっき言いましたその後ろに背景で出てきているんですが、これはですね、ここに人間が実は100人います。100人いて、いろんな人がいて、警察官もいるし、それから消防士もいるし、パン屋さんもいるし、料理する人もいるし、なんかサラリーマンみたいな人もいるし、いろんな人がいます。人間が営む社会というのはこういう感じで、まあ、中にはなんか宇宙飛行士なんていうのもこう混じってます。比率としてはこんなたくさんいないと思いますが、社会というのは運営するためにはいろんな人がいるぞということがこれから分かると思います。で、じゃあ僕らはその社会というのはどんなところにどう住むんだろうかというようなことを考えると、まあ、宇宙に出て住むというのは、例えば今の宇宙ステーションの中のプライベートスペース、これは個室があるわけではなくて、ある種の限られた、仕切られたスペースを個人で使っていいよというふうに割り当てられているようではありますが、月で1000人の社会というときにどこまでのことをやるんですか。なんかホテルみたいなものを作るんですか、マンションみたいなものを作るんでしょうか、あれはアパートでしょうか、月に一戸建てでしょうか、みたいなことをどこまでやりますか。なかなか一戸建てのは難しかろうという気がしますが、一方で人間が住んでいる営みの集団というようなことを考えると、よく例に出されるのはいわゆるニュータウンというのがあって、これはですね、例えばある時期ニュータウン作りました、その時にバッと人が入りました、働き盛りの人で子供も産みますというふうに非常にスペクトルの狭い集団が起こる。それが年を経て寿命を得て亡くなりますと、そうするとニュータウンに、人がいなくなりますみたいなことが起きているという話はいろいろ聞かれると思いますけども、例えばあるその限られた集団で人がどういう分布でいるんですか。分布というのは年齢分布という意味で、その地球の上でも年齢分布をコントロールするというのはなかなか難しい話ではあると思うんですけども、月の上でもそういうことは考えないといけなくなるのではないか。あれは人口、まあ、その結果としての人口ピラミッドをコントロールする。そのためには外からの流入、あれ中で子供を産む、亡くなる人、まあ、そういう循環をどういうふうに考えるかという話まで発展するかもしれない。社会として物事を考えるということは、まあ、そういうところまで考えるのではないか。いうふうにいろいろなその考えの切り口を、先ほど来のビジネスの話とか人間が生きるための物質の話とか人の人口分布の話とか、そういうところまで社会というのは考えるのではないですか、まあ、そういう意味で例としてお示しをしました。一方でそういう形で長い間人間が暮らしていくときに、その月という環境、宇宙という環境はなかなか簡単な環境ではないということ、大きくて2つ言われているんですけども、月は人間が住むには重力が6分の1なので、まあ、それを
どういうふうに対処していくんですかという問題。もう一つ、これは大きな問題だと言われていますが、その放射線で地球の上にいると地球の磁場と大気で守られていて、我々は地面の上では放射線の心配というのはあまりしないで済んでいるわけですけれども、月ではなかなかそういうわけにはいかないので、それをシールドしないといけない。まあ、それをシールドするには厚みが何メートルの月の土を使って地下に住むというようなこともあるかも言われたりしてますけども、まあ、そういうその地球と違う環境にどう対処していくのかということが問題になるというふうに思います。それを少し書いたのは、人類の宇宙滞在と、まあ、ライフサイエンスというのがパッと出ますが、それを生き物としての人間がどう許容するのか、順応するのか、妨げるのか、隠れるのか、どうしますかというようなことが考えないといけないという。その時の相手は、一つは今の放射線、低重力、それから、まあ、多分、オープンな空間にどこ行ってもいいことではなくて、何か限られた空間に、まあ、狭いか広いかはどれぐらい贅沢にするかによると思いますけども、ある種の閉鎖空間。次にはダストというのがあって、それをこう何か人間の体に影響ある。まあ、その他の宇宙の環境というのは、このに対して、宇宙の環境への対処というのは、地球と同じ環境を可能な限り作ろうとして、その宇宙の放射線や低重力や閉鎖空間の影響を排除しようとして、いく考え方、それは一つの考え方なので、地球で住むのと同じように宇宙でも暮らしたいと、それはまあ当然でしょう。一方でそれをやってる限り、なかなかいろんなことは大変なので、環境に適応するように人間が進化してきたのは、地球のいろんな環境変化に適応して変わってきたはずなので、全部のその宇宙のその環境に順応できるかというのは、それは難しいのがあるかもしれません。順応できるものは順応しちゃってもいいじゃない。もっと極端に言うと、月で生まれた人は地球に帰らないといけないですか？帰らなくてもいいんじゃないの？なぜなら私は月で生まれた月の人だから。というような考えも持つ人も出てくるかもしれない。なので、まあ、それは良いか悪いかではなくて、そういうことをどんどんやっていった結果としては、それも人間の自由ですという話にするか、いやいや人間というのはやっぱり変わっちゃいけないので、そういうことは倫理的に許されませんよという、まあ、そういう論もあるかもしれません。もうちょっと考えると、やっぱりその今のような状況で世代を継ぐと、要するに妊娠、出産、成長、死というライフサイクルを宇宙空間、月の上でやりたい、それで次の世代へというようなことを重ねていくときに、あくまで地球と同じ環境を作ることでやっていくのか、変わっていっていいのかっていうようなことは、多分これは大きな命題になるだろうという気もしますし、本格的に宇宙に出ていくんだったら、地球の環境というのは、まあ、その全部ある中のごく一部にしか過ぎないとなってしまうということも考えるかもしれない。まあ、そういうふうに思います。その時に、今、そのライフサイエンスの世界のことでどういうことが言われているかというと、環境に順応するという形で人間が適応するというよりも、生態工学というか、技術の力でですね、人間を改造してしまうというところまではいきませんが、弱い人を助けるというような、文脈ももちろんありますけれども、その、ここでちょっと英語ですいませんが、エンハンスメントとか、オーギュメンテーションとかいうような言葉で言うんですけれども、人間の能力を拡張させるということは、実は技術の力に頼ってやってもいいんじゃないの？というような話もあります。この辺も本当に大勢の人が宇宙に出かけて、みんながやりたいことをやりだしたら、多分こういう問題にぶつかっていくのではないかなというふうに思います。非常に大勢の人が月に行きます。月にどの往復を活発にします。というようなことを考えたときに、今のアルテミス計画でやろうとしている国際宇宙ステーションの次の技術段階というのはどういうことを考えているかというと、今持っている我々のロケットと宇宙船と月の上のゲートウェイという周回軌道上の基地と、時々着陸する月面上の施設と、まあ、そんなものを作ろうとしているわけですけども、実はですね、これにかかるお金の全部を勘定してみると、月の上に運ぶための仕掛けに必要なお金が全体の 90% 以上になってしまうんですね。要するに運ぶために大変なお金を使わないといけない。宇宙ステーションは地球のすぐそばにあるので、行ったらすぐ帰れますし、まあ、それほどのお金がかかるわけじゃない。宇宙ステーションにお金は
そのものにお金をかけられるんですけども、月でお金の限りがある中でこういうことをやろうとすると、実は月の上の滞在施設にかけられるお金というのはとんでもない少ないことになってしまうので、一番大事なことはやっぱり輸送のコストを下げることだということが、まあ、これから言えることになるだろう。で、ちょっと先ほど話はしませんでしたが、左上にある SLS というロケットなんですけども、これが実は1発撃つと5000億円というふうに言われています。1発撃つと5000億円です。ちょっと頭に入れておいてください。それからもう一つは、国、あるいは NASA、国際機関、日本も含めた JAXA、ヨーロッパ ESA というところがやったのが宇宙ステーションですが、今そこにも宇宙ステーションにも民間の力が及んできているところがあります。月でもですね、やっぱり民間の力でたくさんかかるお金を民間が負担したり、民間がさっき価値を生み出すという話をしましたけれども、ビジネスをするということでリターンを取ろうというよう生み出そうと、まあ、そういうことで民間もどんどん参入してくるので、国が全部のお金を賄うという状況ではない状態が、まあ、作られようとする兆しはありますが、まだまだ民間だけでできるというわけではなくて、国が結構なお金を支援してる。ただ日本も月のアルテミス計画の中では、民間という、これトヨタのローバーっていうんですけども、人が乗れるようなローバーを日本も貢献しようという話としてて、まあ、計画が始まろうとしているところではありますけども、民間の力も入ってきて、まあ、そのお金の負担というのを下げようということではあります。一方で、本当に将来、月に頻繁に行ったり来たりするというような図式を考えると、例えばここに書いてあるように、デイ1、デイ2、デイ3、デイ4、これは今日、明日、明後日というふうにすると、今日、月に向かって10人乗り宇宙船が出発します。明日も出発します。明後日も出発します。一方で、次からもう毎日、1日に1回帰ってきます。というような図式がここにあって、これはその地球と月の間にある種のトラフィックネットワークを作ろうというような概念までいきます。そうすると、さっきの SLS という1発5000億円するロケットでいきますというふうにすると、今日5000億円ぶっ放しました。明日も5000億円です。で、10日打ったら5兆円です。20日打ったら10兆円なので、宇宙ステーションを作るお金全部使い果たしてしまいますみたいなことになっちゃうので、とても持続的にとはいかないので、やはりその輸送を何かうまく変えないとダメだろうということは想像に難くないということになります。この絵はどっか皆さん見たことある絵かもしれませんが、この絵の映画が作られたのは実は1968年で、アポロが月へ着陸する前にこの映画が作られたんですが、これ実は結構真面目に考えられてあって、原子力ロケットです。なので、今のロケットで月あるいは地球以外の新宇宙に自由自在に低コストで飛んでいくというのはなかなかできなくて、太陽系を自由自在にすぐ移動するというようなこともできなくて、そのためにはやっぱり新しいロケットがいりますねというようなことになってしまいます。なので、1000人が頻繁に月と往復するというようなことを気楽にやろうとすると、輸送手段も今と比べて随分良くならないといけないんだろうなということが、まあ、お分かりいただけるかというふうに思います。ということで、その月の計画、アルテミス計画、あるいはそれがもう少し発展して、月に、まあ、1000人か何か分かりませんが、住むような状況を作ろうと思うと、まあ、結構大変だなということが理解される。あるいは今の技術でそれをやるには、まだまだ足りてないということが理解されるかもしれませんが、まあ、そこで考えをやめるんではなくて、もっと遠い将来のことを考えたら何を考えておくべきかということを少しお話をさせていただきたいと思います。今の話はアルテミス計画というのはこの先の10年、20年、まあ、30年あるかもしれないの話です。アルテミスの次にあるというのもそこから先の50年か、まあ、100年か分かりません。ということですが、もう少しその時間のスケールを桁の意味で先を見てみると、1年、100年、1万年、100万年、1億年、100億年という時間のスケールでこれは書いてありますけど、まあ、それはとんでもない長い時間であるので、今僕らが生きている間はこの一番上の1センチぐらいの枠しかありませんけども、まあ、その間に地球の上ではまあいろんなことが起きるでしょうと、まあ、言われているのは温暖化とかエネルギーの問題。あれはまあ人間がもうたくさんなりすぎて地球は世話できない。大きな気候変動、氷河期、小惑星衝突、恐竜が滅んだのは小惑星だと言われていて、これはなんか今から7000万年前でしたっけ、1億年前でしたっけ、
それぐらいの時間にはそういうことが起きるだろうということがある。それから、まあ、最後の10億年とかいう桁になると、今度はその太陽の寿命というのがあるので、まあ、太陽は必ず終わりを迎えて、まあ、その周りを回っている地球は当然、少なくとも人間が住めるような状況ではなくなってしまうんだろう。その手前でいろんなことがあるので、じゃあ人間はいつまで生きながらえますかというようなことを、まあ、このスケールだと考えないといけないということになるんだろうと思います。一方で、いやいや、そんなに長いこと人類というのは生きながらえないのであるよという論もあって、これは10年ぐらい前に出た人類が絶滅する6つのシナリオみたいな本があって、その6つがここに書いてあるんですけども、実は一番上の世界を滅ぼすスーパーウイルスというのは、この2、3年僕らは実はそうならなかったですけど、それの兆しみたいなことは経験するという場面があったわけですけど、まあ、幸いにして滅びはしませんでした。それから、まあ、大量絶滅というのは過去の生物の歴史を見ると、なんかそういうのは繰り返されているようである。あれは気候変動、それから下の方の話はこう人間がおるがゆえに、最近の新なんとかシンドロームとか、AI が人間をやっつけちゃうとか、まあ、いろんなことがあるし、それ辺が IT 技術が進みすぎて、そういうのが暴走したら人間がやっつけられちゃいますよ、みたいな議論とかですね。まあ、そういうものがあるということで、いやいや、そんなに長らえることはないのであるから、さっきのようなことは考えなくていいんですよという立場もあるかと思います。他方で、最近我々が一番シリアスに考えないといけないと思っているのは、少子高齢化書いてみると、これがですね、しばらく前に流行った未来の年表とかいう本が出て、みんな読んだかと思いますけれども、今の出生率が1000年続くとどうなりますかということをやってみると、実は日本の人口は今1億2000万が今というか、もう今減り始めてますけれども、このまま減っていくと、西暦3000人には日本の人口は2000人になっちゃうということは、なおこれはもう滅んだも同然じゃないですかというようなことになっちゃう。なので、これもまたそんな先のことは考えなくてよいんですという論に味方するのかもしれませんが、まあ、長い時間というのは、要するに今と同じ状態が続くというのは自明ではないということを言っているかもしれません。一方で、人間がその環境に順応するとかいう話になると、先ほども少し話をしましたけども、今まで人間は環境に順応して、まあ、類人猿から人間になったというのは500万年という時間をかけてきたわけですけども、この先の500万年も環境に順応して人間が進化していくのかというと、なかなかそうじゃないという論も一方ではあって、それはなぜかというと、人間という、こう社会的な動物になってしまったので、弱肉強食はいけませんよという社会を人間は作っちゃったわけですね。弱い人は助けないといけません。そうすると、強者必勝、弱肉強食ではないことになると、なかなか進化というのは起きにくくなるんではないかということが一方である。そういうダーウィン的な進化を、このまま社会的な存在となった人間は続けていけるのであるかということが一つであると。もう一つはさっき言いましたように、ポストヒューマンって言って、非ダーウィン的進化っていうのは、要するに技術の力で人間をエンハンスしてしまうと。要するに環境に順応するとか、例えば空気が薄くなっても生きていけるっていうふうに適応できるかどうか、技術の力でどうやるかとかいうようなことが、技術の力は最近の生命工学とか病気を治すとかいうので、医療技術の進化というのはものすごいスピードで進みますから、多分ダーウィン的進化などよりも速いスピードでそういうことが起こせるのではないか。そういうことが、技術が先に進むという論もあるでしょう。いろんなことを考える。それらをまあ乗り越えて、まあ、仮に人類が地球が住めなくなるところまで行ったときに何が起きますかというと、やはり地球に住めないのであれば地球の外に出ましょうと。そこはやっぱりロケットを使って外に出るか、宇宙空間にコロニーのようなものを作って住むかというコンセプトもありますし、この絵は、軌道上に10万人が住むような都市を作ろうというコロニーのコンセプトで、これは結構前から、コンセプトとしては出ています。それからもう一つは、他の惑星を地球のような環境に変えてしまおうというテラフォーミングというですね。これは火星をテラフォームして、なんか火星の大気を入れ替えるとか、
温暖湿潤になるような、その太陽のエネルギーを吸い込んだり吐き出したりするような仕掛けを作ったりと。だからこれもやっぱり結構長い時間がかかるでしょうけど、技術的には、あるいは原理的にはそういうことができるのではないかというふうには言われている。ただし、これをやったにしても、さっきのもう太陽系がダメですよということになると、やっぱり隣の太陽系まで行きますかというような話になって、まあ、そんなロケットって今ありませんけど、どうやって作ったらいいですかというような話まで発展していくかもしれない。それからもう一つは、もうそれほどの長い時間の間には人間はもうちょっと賢くなって、今のこの上の絵にあるような、今のロケットが発展はするのであるが、お尻から火を吹いてその反動で飛んでいくという下品な乗り物であることに変わりがない世界にとどまっているか、あるいはもうちょっと上等の物理を人間が理解をして、いわゆるワープ工法なんて、ね、SF の世界で出てくるわけですけども、その空間を自在にそのねじ曲げることができるとか、ブラックホールに飛び込んだらその先はワームホールで行って別の空間に抜け出せるとか、なんかそういうそのスーパー物理みたいなことが現実にならないとも限らないし、人間が考えることでそれができるのかもしれないというようなことがあって、ただそういうことができるかどうか分かってないので、今できるかどうかということで言えば大変申し訳ないが、お尻から火を吹いて飛んでいくロケットに耐えることしかできないのかもしれないということになります。で、一方で、そういう大きなプロジェクトっていうのが、大きな営みっていうのは非常に時間がかかることであるというのがここに書いてあって、宇宙プロジェクトっていうのをやるというときにも、その時間のことを考えないといけないと。で、その例として、例えば、じゃあ、今もう地球に住めません。太陽系が危ないので、太陽系を脱出して、隣の太陽系に行きましょうと。脱出しましょうと。お金いくらかかりますか？考えてみませんか？します。そうすると、その総経費は1人当たりいくらかかりますかかける人数なので計算をできる。1人1億円か100億円かわかりません。人数は何人ですか？じゃあ人類全員ですって言ったら70億人、80億人、まあ、100億人としましょう。じゃあ10の10乗です。ということになります。そうすると、今どう考えるかというと、世界の GDP っていうのが総生産ですね。どれだけの富を世界は生み出しているかというと、大体ですね、10の16乗円、もうこれ円でいきますけど、1兆ですね、兆の上の兆が世界の富ですね。だから10の16乗なので、例えば、今の総経費はいくらかというと、10の N 乗が1人100万円か1億円か100億円かとしたときに、まあ、100万円ではなかなか隣の太陽系まで行けないでしょう。100億円かかるかというと、なかなかそれも大変だ。まあ、仮に1億円だとすると、10の8乗なので、まあ、仮に1人1億円の費用がかかるとすると、さっきの10の N かける10の10は、10の18乗になるので、世界の総生産の100倍ということになります。世界の総生産の100倍をやるには、100年間、それ以外は何もしないでということになるので、世界の総生産の10%を使ってそれをやるということになると、じゃあ100年の10倍なので1000年間かかりますという話になって、1000年間の人類移住プロジェクトっていうのをやらないといけない。いや、じゃあまあ1000年大変なので地球の上の全員を運ぶのをやめましょうか。じゃあ100億人なくて1億人にしましょうか。100万人にしましょうか。そうすると100人に1人ですか、1万人に1人ですか、どうやって選びますか、今人類にそれを選ぶ、あるいはそれをマネージする能力がありますか、みたいな話になってきて、どうもそういう規模のことを人類がマネージする能力というのは、まあなんかなさそうだなということで、これも悲観的になるかもしれないということになります。数字にするのは簡単なので無責任に言ってますが、まあそういう簡単に計算することはできる。もう一つの話をします。我々の銀河系に存在し、この何とかの方程式というのがあるんですけれども、そうやって太陽系が壊れて、非常に高い文明を持って太陽系を脱出できるぐらいの人、あるいはそれを我々の銀河系の中に人類とコンタクトする可能性のある地球外文明はどれぐらいいるかということを考えた人がいて、これは、やってみるとですね、大体その銀河系全体の中に、
10個ぐらいそういう文明があるんではないかというふうに今そのある種の仮定をすると結論されるわけですけれども、人類ももうそれと同じぐらいのことになるかというと、銀河系の中に10個ぐらいと、なかなかその確率でないでしょうねということと、この計算する過程の中にそういう高度な文明をどれぐらいの長さ維持できるかという過程はですね、1万年という過程を人はしているんですけども、1万年しか人類文明が続かないということは、さっき言った10万年、100万年、1億年考えなくていいですよということに、これは見方する話になっているのかもしれない、ということまで言っている人もいます。いろんな論ばかりがあって発散気味で、銀河系というスケールで考えると、人類ってこの銀河系のどの辺にいるのか、ちょっと私真ん中からちょっと外れたところにいるんだと思うんですけども、さてどこまでのことを考えるんでしょうかという話になっています。で、申し上げたいことは、将来そんなことができたときに、本当に物事が宇宙を使って生きながらえることをやることを本気に考えるのであれば、月に行って1000人が住むぐらいのことはちょろいもんだというぐらいのことにしておかないと、まあそういう先の話にはおぼつかないでしょうという言い方もできると思うので、まあ、それを動機に月で社会を作ることを頑張ってやる、それを、今日やるか明日やるか、まあそこまで慌てなくてもいいでしょうっていうんだけど、やらなければ永久に起きないので、まあ、人類のサバイバルという視点でそういうことは考えるのは悪いことではないのではないか、そういうふうに思います。というわけで話は飛んでいきますが、今1950年代に宇宙の仕事を始めて、まあ、ロケットを打って、宇宙に出かけましょうということをやりました。2000年の初めにはスペースシャトルができて、日本もロケットを作って宇宙ステーションというのもできて、まあ、2000年の初めにはこういう世界を我々は作りました。じゃあ次の50年、あれも100年でもいいんですけども、同じ調子で発展をして、宇宙に進出していくということができるかどうかという問題である。まあそういうふうに捉えて、それはどういう動機でやるのですかということで。一つのこれまでとこれからの違いというのは何かというと、まあ、これ実は前回のお話でもお見せしたかもしれませんが、国が税金を使ってやるというのではある種の限りがあるので、何かその持続する図式を作るというのはやっぱり価値を生み出して、その上でそのリターンをデコにしてさらに発展していくと、まあ、そういうビジネスの世界を作れるではないか。ここに書いてある何人かの人、イーロン・マスクなどはまさにそういう考えで、月に行きましょう、火星に行きましょうということで、まあ、頑張っているというか、新しい世界を作ろうとしている人たちということに理解をすればいいか。という意味で、月の社会の話から入りましたが、要するに大きな投資、大きな規模のお金、大きな事業をしないといけなくなるので、なかなか簡単にはできません。ただそのためには、やっぱりどういう動機でやりますかというときに、今の国が税金を使ってやっているという動機だけでは、なかなか大きな話になり得ないのかもしれないし、国がやると宇宙ステーションがいつまでやるんですねというような話がまた出るやもしれない。それを解消するためには、やはりお金を出してそれをやる意味が、価値が生み出すという、そういう世界を作らないといけない。より点々と言って、より先にはそのより大きなスケールの人類的課題を解決するような話にするのであれば、宇宙を使うということは必要になるのではないか。で、最終的にはさっき言いましたように、地球に住めなくなる、太陽系に住めなくなるというようなことの、人類のサバイバルの視点で物事を考えれば、まあ月に住むぐらいのことは当たり前、あるいはちょろいもんにしておくぐらいのことはやっておかないと、ここまで発達した文明を維持していく資格があるのかと、人類にと、まあ、そんな話もなりかねない。一方でそれを妨げるいろいろな、さっきの少子高齢化であるとか、地球が滅びるとか、人類が絶滅するとか、そういう話もあるので、皆さんどっちの立場に立ちますかと、まあ、そんなことで思いを巡らせていただければいいかということで、今日のお話を閉じさせていただきたいと思います。最後に紹介ですが、まあ、こういう高等向けの話ばかりをしているわけではありませんが、そういうことを議論するムーンビレッジアソシエーションという国際団体があります。でそれを受ける形で、日本の中でも月惑星に社会を作るための勉強会というのも、これは私たちが勉強会を主催してますので、これホームページなどがありますので、それから皆さんも参加する機会もあるかと思います。このホームページ、ここに書いてあるサイトを覗いていただければありがたいかなと思います。
はい、以上で私の今日の話を終わりました。はい。稲谷先生、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆様、いかがでしたでしょうか。ちょっと私は考えたことのないことも多く、例えば人工ピラミッドとかですね。お尻から火を吹くなんとかな乗り物とか、その 思いついたことのないワードが出てきて、なかなか刺激的な回でした。ありがとうございます。はい、それではですね、ディスカッションタイムに入ります前に、次回の予告などさせていただきます。はい、次回は5月24日金曜日夜8時、日揮グローバル株式会社月面プラットユニットリーダーの深浦紀宝さんにインタビュー、月面へ至る道というテーマでお話しいただきます。深浦さんには前回、月面スマートコミュニティ構想、ルマニティについて、日揮さんの会社員としてお話しいただきましたが、第2回目となる今回は、より個人寄りの深浦さんについて深掘っていきたいと思っています。ちなみにですね、この画像の左上にあります X プロジェクトというのは、はい、こちらの宇宙を目指す人の感動&チャレンジ物語ということで、今回、第1回目のチャレンジャーにふさわしい深浦さんをお招きしました。こちらも PTX で告知を始めてますので、ぜひチェックしてみてください。6月7日金曜日夜7時、JAXA 宇宙航空研究開発機構桜井正人さんに、エクルスが開く宇宙居住の未来、宇宙基地を地球環境問題のテストベッドにした空気、水再生、廃棄物処理などの物質循環についてお話しいただきます。はい、深浦さん、桜井さんともにすでに PTX でお知らせを始めてますので、参加申し込みはそちらからお願いします。はい、そして、気づくセミナー宇宙大学の情報は PTX、Facebook、あと X でお知らせしています。ぜひフォローお願いします。アーカイブは YouTube で公開していまして、宇宙大学の公式サイトのトップページからまとめて見ることができますので、チェックしてみてください。宇宙大学アートクラブというインスタグラムをつい先日始めました。こちらですね、皆様から、画像を募りまして、作品を募りまして、掲載させていただきたいと思います。インスタグラムの仕様上ですね、インスタグラムをやってる方のリンクがそのまま直接飛べるような形になってるようですので、ぜひお送りいただきたいんですね。で、こちら今、これはすべて AI で作ったものなんですが、AI 画像でも、ご自分の作品でも構いませんので、3個1セットな感じで、似たようなテイストのものをお送りいただきましたら、画像とリンクを提供していただきましたら、掲載いたします。こんな感じで、他にももっとメンズっぽいものとかですね、何かかっこいいものとか、スタイリッシュなものとか募集しております。ぜひご連絡ください。今日ですね、稲見さん。はい。バージンギャラクティックから宇宙へ飛び立つ。はい。日本人、最初の、あ、世界で最初の100人の旅行者ですか？に選ばれた稲見さん。いらっしゃっていただいてますので、ご質問、感想などもしありましたら、ぜひ一言お願いしたいんですが。バージンギャラクティックの宇宙旅行に申し込んでる、稲見と申します。宇宙旅行に申し込んでから20年経つんですけれども、バージンギャラクティックも来、あの、昨年から宇宙旅行に、開始していてですね、もうすぐ宇宙旅行に行けそうにはなっているんですけれども、今日ですね、参加させていただきました。本当に素晴らしいですね、お話をいただきまして、稲谷先生、本当に感動しました。ありがとうございます。もともとですね、月社会を作るというですね、そういうテーマで、てっきりその月のお話が聞けるのかなというふうに思っていたらですね、太陽系がなくなるところまでですね、時間が進んでですね、そこから逆算して、どういうふうに月社会を作っていくかというお話までいただいてですね、本当にもう私自身がですね、ちっぽけな存在だというふうに改めて気づかされまして、やっぱり改めてやっぱ月社会を作っていかないといけないですね、そういう衝動に駆られました。私が日本人でですね、いつ、もうすぐちょっと宇宙旅行に行けると思うんですけども、私がですね、早く宇宙に行ってですね、早く宇宙にですね、人類が行けるような礎になっていけれたらいいのかなというふうに思ってますので、今後も引き続きよろしくお願いします。本当に素晴らしいですね、お話をいただきまして、感動しました。ありがとうございます。ありがとうございます。宇宙ビジネスのコミュニティをされている伊藤さんですね。もしいらしてたらお願いいたします。そして伊藤さんには7月にですね、宇宙大学でお話しいただきますので、後日告知させていただきます。7月はどうぞよろしくお願よいろししくおま願いす。します。非常にエキサイティングなお話で、私もちょっと人類の一助となれるように頑張っていきたいなと思っていますので、また皆さんも一緒に
よろしくお願いします。ありがとうございます。すみません。あとですね、また急になんですが、柳川先生がいらっしゃってましてですね、JAXA の柳川先生ですね、若田光一さんを宇宙船長に推薦されたという柳川先生がいらっしゃってるんですが、宇宙飛行士という仕事という本を書かれて、とても人気の本でいらっしゃいます。あと、宇宙飛行士選抜試験も柳川先生されていらっしゃいます。あ、すいません。どうも。稲谷先生、ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。いや、柳川さん、聞いておられたとは、お恥ずかしい。もう、申し訳ありいまろいろ、せん。目から鱗が何枚も落ちたような気がしまして、ありがとうございます。私も、JAXA 出て以来ですね、何もしないのはいかんということで、月だとか地球、なんかいろんなことをやってますけども、稲谷先生のいろいろな、いろいろなところでのいろいろな発言がですね、非常に参考になって、こそっと拝借して、この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございます。今日は時光栄でござい間ます。とかですね、空間もそうなんですけど、やっぱり宇宙の視座というかですね、そういう立場でものを見ていくっていうのはすごい大切だなと思いました。これ、ぜひいろいろ教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。こちらこそ、柳川さんにもいろいろ教えていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして、山敷先生、お話しできる状況でしょうか。ありがとうございます。ああ、すいません。稲谷先生、どうもありがとうございます。一つ、ちょっとアメリカに来て思ったことがありまして、宇宙のコミュニティというか、いわゆる1兆円じゃ、10兆円市場を、いわゆる開拓するプレイヤーっていうことで考えると、やはりアメリカの企業が今、ほとんどではないかと思います。まあ、例えば宇宙ステーションを作ったり、そういうことなんですけど、まあ、それで、今、ゴダードにいたんですけど、マーシャルですよね。稲谷先生がずっと関わっておられた、そのマーシャルの力ということが、ちょっと我々まだ行ったことがないので、わからないんですけど、いわゆるアメリカは、NASA のマーシャルとかヒューストン中心に、そういったその人を運ぶということをちゃんとビジネスにしようっていう軍団がかなり成熟してて、で、それが、そういうところにお金がいい。最近ではロスとかヒューストンになってると思うんですけど、そのエコシステムですね。それが、なぜアメリカはこんなにすごいのかということと、やはり日本はそこがどう遅れてるのかっていうことを、一つはちょっと質問したいということと、もう一つはですね、さっきその原子力ロケットを出されて、原子力ロケット多分宇宙空間ではいいと思うんですけど、打ち上げの時に原子力ロケットを使うとやっぱりちょっとリスキーだなというところがあって、ほとんどのコストってやっぱ打ち上げの時に、重力圏脱出が、重要かなと思って、だからそこのコストを削減できそうな、なんか新たな、いわゆるイノベーティブなものって、ありますかっていう、その辺についてですね、ちょっとその2つについて、もしご報告いただければと思います。以上です。どっちも難しい質問で答える。前段の方は、アメリカでできるけど日本でできないのは何でだろうかというようなご趣旨かというふうに思います。ちょっと私最近あるところで日本どうやって頑張るかという議論の時に、イーロン・マスクがいい例かどうか分かりませんけども、アメリカはやっぱり何でも世界一じゃないといけない。これは良いことか悪いことかという議論はあるんですけど、なんか誰かが新しいことをやろうとすると、それを、ね、サポートするっていうのが、例えば、人が乗ってロケット飛びますよっていうようなことをビジネスにしたいっていう人が出てきたら、国が率先してその制度を作ったりするという循環が、民間がやりやすくするための仕掛け作りと。一方で日本は、ちょっとこれ、日本の今日来られる方で役所の方が来られるかどうかあれですけども、アメリカより先に問題やりましょう。いや、アメリカでやってないことなんて日本でできるわけないでしょう。みたいになっちゃう。シンドロームと言いますかね。現状維持バイアスというか、なんかそういうところの違いで、一方でアメリカはそういうことをどんどんエンカレージするがゆえに、なんか格差がこう開く。
とか分断が社会に起きるとか、まあ、そういうことは厭わずやっちゃう世界なのに対して、日本はみんなが同質化した社会だみたいな。社会の論理を論ずる力は私にはありませんが、まあ、そういうマインドセットの違いみたいなことなのかなという気がしています。どうやって解消するかというのは難しいところであるけども、まあ、イノベーションを起こしたいのであれば、何かこうハイリスクハイリターンにかけるというか張るというか、まあ、そういうマインドがないと勝ち技を繰り出すのは難しいんではないかなというような議論も一方ではある。その辺と何かつながるところはあるかなというような感じがしています。それが1点目に対する答え。2つ目は、原子力ロケットはもちろん軌道上で使うということになると思うので、じゃあ地球から軌道上に出るというところの、が良くならないといけないというのは、まさにおっしゃる通りで、それはこの間の前回の宇宙旅行の話の時にもちょっと差し上げたかと思うんですけども、ある種のやり方をすればそういう世界が作れるんじゃないか。それは例えば今イーロン・マスクがやってるスターシップみたいなもの、あるいはスペースシャトルをもっと良くしたようなもの、地球と軌道上の往復を、まあ、飛行機みたいにどんどんできるような世界というのは、まあ、ちょっと宇宙旅行の議論を定量化するという話を前回ちょっとさせていただいたんですけども、地上と軌道上の往復の手段のコストがまあ2桁下がるとかいう状況を作れば、そこは非常にビジネスが発展するのではないかと言われていて、まあ、そういう世界をどうやって作ったらいいかを考えましょう。まあ、それは実行できるんではないかと。まあ、そんなふうに。それを、イーロン・マスクがスターシップでやろうとしていることよりも、まあ、上を行くぐらいのことを考えたらどうかって言って、まあ、僕は今、日本の輸送スタートアップの人たちをけしかけたりしてるんですけども、まあ、それぐらいのそのイーロン・マスクを、ぐらいのことを言うやつが日本に出てきて、それを応援していくみたいな。まあ、ここでその1番目のイーロン・マスクさんのご質問に戻るわけですけども、まあ、それぐらいのことがないと、アメリカでできて日本できないというのを分析だけしてても始まらないと、まあ、いかにそこを打開するかという議論かなというふうには思います。以上、あ答りがとえになってたかどうか分かりませんが、うございます。はい、力強い。お許しのほど。すみません。ありがとうございました。ありがとうございます。でありがは、とう。お願いいたします。私は株式会社のここに所属してまして、こちらはですね、まあ、航空機の内装品とか、あと航空機の整備事業をやってる企業なんですけども、一部宇宙用の部品も作ってたりします。で、私、実はですね、この弊社の中で宇宙プロジェクトを立ち上げまして、人が乗る輸送機用の内装品とか、あとは今後の国際宇宙ステーションのですね、内装とかの開発もちょっと今取り組もうとしているところでございます。で、私からちょっと先生にちょっとお伺いしたいんですね。確かに月面基地の開発というとなると、なかなかこうスケールも大きくて、あとかなり予算もかかるっていうものがありまして、まあそれに向けて、まあ日本が取り組んでいく上で、やはりまあ大きな資金も必要になってくる。もちろんその、じゃそのビジネスのためには利益も必要、利益も得られるような仕組みが必要になってくると思うんですが、ただまあ、その、まあこの開発も段階が必要になってくると思っておりまして、まあ、まずは月面基地はもちろん目指すんですが、それに必要な技術も開発していく。一方で、まあ、今、今後、2030年に国際宇宙ステーションが退役になる。それに向けて、まあ、アメリカを中心とした、いくつかの企業が、民間宇宙ステーションを今建設しようとしている。まあ、要は、低軌道ビジネスを今、で盛り上げようとしているところがあると思うんですが、まずは、その低軌道ビジネスで、多くの利益を得る。まあ、もちろん、その低軌道における、まあ、衛星のデータとかの、そういったビジネスも活発化させて、そこで、まず、そのあたりのビジネスの利益を固めていきながら、そして徐々に、まあ、ゲートウェイ、そして月面基地を開発していくっていうところがあるんだと思うんですけども、その低軌道ビジネスが今後盛り上がっていくための今後キーとなるところはどういったところがあるんでしょうか。ちょっとすみません。改めてちょっと教えてあげればと思います。はい、ありがとうございます。段階的にやっていくべきである、おっしゃる通りだと思います。
その第一歩は低軌道ビジネスが活発化する、あるいはペイする状況を作る。で、その次は、まあ、ゲートウェイか月面とか、まあ、そんな段階で的な発展が、必要である。いきなり月っていうのはハードルが高いというのはおっしゃる通りだと思います。で、私との低軌道ビジネスの専門ではないのですが、今、日本でその可能性がある人たちと話をしたときに、どうやってその低軌道ビジネスをにぎやかにさせようかという議論がいろいろされているところで、一つは、人が行ってその観光施設みたいな、その人が行く、まあ、これ宇宙旅行ともセットかと思うんですけども、そういうところで需要が起きて、低軌道ステーションかホテルか何かのように発展していって、人が、滞在する、あるいは人が訪れる、人が体験するというビジネスが一つかなと言われているような気が、いたします。それ以外に今宇宙ステーションでやっているよう なんか学術研究的な何か低軌道上で新しい薬を作るだとか、新しい材料を作るだとかいうのは、まあ、これも宇宙ステーションでやっていることですが、なかなか儲かる図式は宇宙ステーションの中では作れていないというのも一歩だと思うので、何かその、一般大衆化というところまで難しいかもしれません。多くの人が行けるような仕掛けを作ることで、ビジネスが展開していく。で、そのためにはさっき申し上げた輸送手段ですね。軌道上にステーションがあるだけではダメで、そこに飛行機みたいにして誰でも気楽に行けるような仕掛けを作ることと、まあ多分セットではないかなと。今はそこが、一人何十億円払える人だけがロケットに乗って宇宙ステーションに行けるっていうことになっているので、それだってやはり一部の人の世界になって広がりが出てこない、あるいは一般大衆化していかない、そこの突破をどうやってやるのかな、これもなかなか簡単ではないことではありますが、そんなふうに考えたりはします。で、それに限るかどうかは分かりませんし、そのことについてもっとシリアスに考えておられる方はいるとは思いますので、ちょっとそういう方のご意見も聞いた方がいいかなというふうには思いますが、私の思うところは、そういう大勢の人が気楽に行けるような世界にすることで、こうマーケットが広がる、コストは下がるけども、ビジネスは、そう、数の論理でビジネスを拡大していく、まあ、そんなとこが、例えば誰でも海外旅行に行けますという世界が、これ JAL パックとかなんとか、そういう我々の古い世代はあって、やっぱり海外旅行10万円で行けますよという世界が作られたのは1960年代か70年代ぐらいで、それより前は海外旅行というのは高嶺の花だったわけですが、大衆化することでマーケットが一気に増えた。また低コスト化できる技術ができるということがセットだと思うんですけど、なんかそれと似たような図式を宇宙で作れたら、何か違う世界がとか、マーケットが非常に大きなマーケットがあると、まあ、そんなことを考えるのかなという気が私はしています。わかりました。ありがはとうございい。ます。まあ、わかりましたとおっしゃられると辛いので、そんな感じになりますぐらいに。ありがとうございます。それでは早川さんお願いします。名古屋大学航空宇宙工学を専攻しています。と申します。よろしくお願いします。私自身3、4歳ぐらいからずっと宇宙にワクワクを感じてきていて、で、まあ将来は自分が宇宙に行って、地球人ってどんなもんなのかなっていうのを、まあ文化人類学的な視点から見てみたいっていうのが、まあ将来的な目標としてはあるんですけど、まあこう思ったのっていうのもなんかワクワクっていうのがすごく大きい気がしていて、まあ今19歳なんですけど、まあ15年以上ずっとこのワクワクを持ってここまで来たっていう感じがあって、ワクワクってものすごい力があるなっていうふうに感じていって、まあ、先月、大学生、いろんな大学集めて、アストロノートっていうワクワクを届ける団体を作ったところなんですけど、その今の宇宙開発を見ていて、やっぱりいろんな人があんまりまだ知られてないなっていう現状があったりとか、まあ、どうやって私たち自身もワクワクっていうのを伝えていこうかなっていうふうに考えていて、まあ、もちろんなんか、
技術的な、まあ、いろんな問題とかもあると思うんですけど、それ以前に、ただただ宇宙っていう未知の空間ってワクワクするよねっていう、そういったものをどうやったら伝えていけるのかなと思って、宇宙界で、まあ、ずっと活躍されてた稲谷さんにお聞きしたいなと思ったのですが、はい、ありがとうございます。またこれもなかなか難しい答えですけど、やっぱりさっきの話とも絡むんですが、日本で宇宙開発やってます、なんかロケットで人工衛星飛ばしてます、はやぶさがいい例かどうか分かりませんが、なんか科学のために新しいことをしましたというような、世界と、人が行って何かその体験を伝えるであるとか、まあ、さっきバージンギャラクティックに乗って行こうとしている稲見さんの話も含めですね、やっぱり人が行くっていうことがもたらす発信力というのが何かこう次を切り開くというか突破する力になるのかなという気がします。やっぱりなんか民間の人とか、一般大衆の人とか、そういうか人がこう発信をするような世界っていうのが作れると、ワクワクというのはもっと伝わるんじゃないかな。だから人が乗る営みと乗らない営みではすごく差があるような気がしていて、なんかそういうところが、その今おっしゃった、もっとその味方を増やすとか、サポートを増やすとか、お金を生み出す源になるとかいうふうになっていくのかなという気がしています。ご質問された答えになっているかどうかあれですけど、私たちがずっとやってきたのはやっぱり所詮は無人のロケット、無人の探査機、無人のやつ、まあ、それはそれなりにある種の世の中に売っているところはあるんですが、やっぱり人が行ってそこに本当に体験をするとかいうようなことをですね、それをこううまくポジティブに伝えるみたいなことができると、まあ、そのためにはやっぱりこう人を乗せる仕掛けを作らないことに話にならないので、よその国が作ったロケットに乗せていってもらっているんではないような状況が作れればいいかなと、私はそういうふうに思います。ありがとうございます。頑張ります。はい、頑張って、だから宇宙飛行士になって1000人から選ばれるという試験をパスするのも立派なことだと思いますが、あなたが航空にいてやるんであれば、なんかその技術の話もそうかもしれんが、そういう国以外のところで誰でも行ける仕掛けを作るような世界、だから技術の問題もあるし、ビジネスの問題もあると思うんですけど、アントレプレナーといいますかね、そういう若い人がたくさん出てくることが、何かさっきの山敷先生のアメリカと日本の比較の話でも含めてですけど、難しい試験に合格する優等生がたくさんいてもできる話ではないと。いう意味で、今の宇宙飛行士がダメだと言ってるわけじゃないですよ。今の宇宙飛行士、立派な人多いし、僕の友達も宇宙飛行士やってましたが、やっぱりそこでは突破できないことっていうのが何かあるのかな。そこは何かやっぱ自分でそういう仕掛けを作ったり、仕掛けを作るための、ビジネスをやるとか、そういうアントレプレナーっていうような感じの人が、出てきて活躍できるような環境があるといいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。貴重はな意い。見。は頑い、張りあたいりがととうご思ざいいます。アストロノートですね。アストロノーます。はい。ト。なんかこう、英語で SNS とかありす。ます？アストロノート。インスタとか、X とか。X 後とで。インスタを最近始めたばかりなんですけど。はい、じゃあ後で検索します。頑張ってください。ありありががととううござございいまます。す。中村さん、お願いします。はじめまして。私は、慶応義塾大学の小児科医をやっております、中村理香です。本日は貴重な、ご講演ありがとうございました。実は、3年ぐらい前にですね、ムーンビレッジの方で初めて参加させていただいて、で、おお、そのすごい。時に稲谷先生のお話を聞いて、とても刺激を受けまして、で、現在、宇宙での、周産期、特に、人の出産だったり、妊娠などについての研究を、やっているところです。
で、3年ぐらい前の時点では、どちらかというと人間が住んでいる環境に近いものを月の上で作り出すことの方が、現実的と思われていたのかなという感じで、小児の発達に関しては、やはり重力が欠かせないということで、人工重力などの、環境設備や放射線遮断といったものが、課題になってくるというふうに思っていたんですけれども、本日の、講演を、拝聴しまして、これからは、宇宙ベイビーのような、宇宙に適応できるような、人間が、残っていくといいますか、適応していくっていうところがとても、すごく、また新たな刺激をいただきました。で、先生も中でおっしゃってたかと思うんですが、やはりそういうスペースベイビーなどといったものに関しては、これからその宇宙倫理というんですかね、生命倫理の観点などがやはり課題になるんだと思うんですけども、そのことについても、現在の時点で、誰かが倫理のことについて話していらっしゃるとか、あとは日向先生が子供に関わる職種の人たちが現在宇宙の、子供が住めるような環境になるために取り組むべき課題とか、考えていらっしゃることなどありましたら、今回教えていただけるとありがたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。これもとても大事な話だと思うんで、今すぐとか、次の10年とか20年でそういうことが起きるかっていうのは、多分ないとは思うんですが、100年、1000年、1万年というようなスケールで考えたときに、どんどん人が行くようになれば、100人行く、1000人行く、1万人行くといったら、その中にはもう地球に帰らなくていいという人が出てきてもおかしくないし、イーロン・マスクは割とそれに近いことを彼自身が言ってるところもあります。で、その中で、これはもう、基本的人権により、憲法が保障されて、によって保障されている、その自由のカテゴリーにはめるべきなのか、そうじゃなくて、いや、人間たるもの、やっぱり、そんな勝手に変えちゃいけないですよという類にしていくのか、ここは、多分大きな論争ともなような話ではあると思うんですが、先ほどのようなその非常に遠い将来にもう地球というものが存在しなくなるというときに、いつまでも地球に帰るということだけでは立ち行かないというのも、遠い時間のうちにあり得るだろうから、そういう時のためにって言ったらおかしいですけど、何かある種の理解の整理といいますかね、そういうことは必要なんであろうかということが思うのと、技術は多分思っているよりもすごく早く進むと思うんですよね。だから今のちょっと言葉が適当に出てきます、試験管ベイビーがどうたらこうたらとかいうような倫理に関わるような話も、技術が先にできちゃって、後から理解やルールができていくっていうような世界なんじゃないかなと思って、そのことがじゃあ悪いことかというと、必ずしもそうでもないんじゃないかというところはあるのではないかというところを、自由として認めるのか、倫理で縛るのかみたいな話かなという気がして。ただ私はですね、すいません。ただの、さっきから申し上げてますように、下品なロケットしか知らないエンジニアですので、そのことを論じる知識も能力もありません。先ほどお見せした宇宙環境に人間が適応しないで地球の環境を守ろうとするのか、順応していくのかというようなパワポの絵をお見せしたと思うんです。あの絵はですね、私が描いたものではなくて、ライフサイエンスの研究者のお医者さんが描いた絵です。なので、日本大学の泉先生という方なんですけれども、その方がやっぱりライフサイエンスを研究するお医者さんとして、こういうことになったらどうなるんだろうかというのを考えている方がおられるので、私だけが言ってるのではないということを申し上げたかったことが一つと、今、あなたがお医者さんでしたっけ？はい、小児科の院あ、長小な児んで科、す。はい。はだい。ぜひそういう、なんていうか、メディカルとかフィジカルな議論と、倫理の議論と、それから技術ですね。その3つをこう合わせたような新しい体験みたいなのを作っていくということが、この宇宙ではそのうち必要になるんではないかなという意味で、今のお話にこう関心を持っていただけたのは大変ありがたいかなというふうにご質問を伺って聞きました。
ただ、私の申し上げたことで、あなたがこれからやっていくその研究生活が、仕事が知りませんが、影響を与えるほどの自信はないのですが、ぜひご自身でその辺は、あるいは周りにもそういう医療と倫理みたいなことを考える環境がおありになるんだろうと思うので、ぜひそういうテーマというのは、多分大事なテーマだという意味で、発展させていただければ、我々としても大変ありがたいし、ムーンビレッジの勉強会などでもそういう議論はしていければいいなというふうに思っているところで、むしろ勉強会に聞く立場で参加するよりも、こう発信する側で参加していただければ、なおもっとありがたいなと思いました。ありがとうございます。はい。はい。昔から中谷先生の大ファンですので、今日もいいスペルジョーをいただいたので、先生のご意見をいただいてとても嬉しいですし、活躍の参考にさせていただきたいと思っています。ムーンビレッジの方でもよろしくお願いいたします。こちらこそお願いします。はい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。やはり女性ファンが多いことが判明しました。いや、ちょっと それでは、質問欄にいただいた織さんの質問を読ませていただきます。ガイア思想などのように人類は地球環境の一部であり、人類を含む地球の生物が他の惑星に定住するのは不可能で、人類の宇宙進出のあるべく姿は、早く遠くへ行ける乗り物を発明して、宇宙を訪問する種族になるべく、という思いと、または人類は宇宙の惑星を可能な限り植民地化して、人類の生息域を広げる、拡大するという思想があります。稲谷先生は、どちらかといえば、前者、後者のどちらがご自身の考えに近いですか？ということです。どっちが良いかの議論は、多分水かけ論になるので、あり得る話は可能性として追求すべきだと思うし、こっちの人の考えは、私はこっちなので、そのけしからんというような対立の議論でもないんだろうなと思うので、多様なことを許すというような考えでやっていかないと、何か窮屈になっていく、あるいはこう地球に必ず戻らなければならない、地球から離れちゃいけないみたいなことで縛るのではないような、なんか自由な思考ができたらいいなというふうに思います。私自身は空を飛ぶ乗り物は怖いので、あんまり乗りたくないな、実は思うところもありますが、自分の作ったものにはなかなか乗りたくないなと思う。人の作ったものだったら乗ってもいいかなと思います。すいません、最後は茶化した質問で申し訳ありません。ありがとうございます。織さはん、い。よろしいでしょうか。最後に一つ質問なんですけど、稲谷先生に。稲谷先生、小さい頃からご自分がですね、日本とか世界を牽引するような立場になるとお思いでしたか？2つの意味で間違いがあるのに、僕はそんな牽引している立場にはなっていきませんので、誤解のないように。それから小さい時にそういうことを考えたかというと、全くそんなことは考えてませんでした。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは、すみません、稲谷先生、皆様、大幅に過ぎてしまいましたが、たくさんのまだまだ質問したいことがあるかと思いますが、稲谷先生、ありがとうございました。いろいろな議論のきっかけを提供できたとすれば、私の思ったことに近いので、今日の皆さんのご反応はそんなふうに理解させていただきます。はい、どうもありがとうございます。はい。それで7月の中旬以降に第3弾、稲谷先生第3弾がありますので、皆様ぜひお楽しみにお待ちください。そうなんですか、しんのすけ君。よかったですね。ファンとしてはね。はい、またPTX で告知させていただきますので、どうぞお待ちください。それでは遅くまでありがとうございました。